Hydra TV. ただ何でもできるから、全然今のあれだ。誰だ。あ、やばい。こいつ低いから。負け。7だ。7だ。悔しい。もうないよ。ない。あー。きつくなってきたよ。あ、どうしよう。やっぱりちょっと浅いやつ。衝撃な。プリ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 。一旦整理。さあ始まりました、そうごくんのパズル大会。難しい難しい、ずっと頑張れ。これ答え一通りしかないんですよ。で考えてみて。俺ラーメン食べる。あ、そうラーメンさ、一緒に半分ずつ買うこれ。こよし、大盛りだったから来たー。なんと幸せな。あれやってみようぜ。カメラが彼女だと思って彼氏に入りました。カメラが喜ぶ。じゃあいきましょう。テイクワン、よーいスタート。彼氏に冷蔵庫からジュース取ってもらったな。え、くれるの？入れてもらってもいい？声が気持ち悪いね。ありがとう。自分で飲んで。ありがとう。あんま。全然かっこよくねえ。バーディーパー。え、なんか俺が使うとペロペロ。真っ黒じゃない。いや、ば。こんな正面にやる。これはあかんだろ。どれ？俺は負ける。ありがとう。タイマーで。うまっ。すげえ、何？落ちちゃダメだよ。怖いよ、これ。めっちゃこれ数足りない。ちょっと数が足りないので、かなり省きましたけど。嘘でしょ？あの、JR 新宿駅の1番線、2番線、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16。一部の人はラーメン食べて、一部の人もラーメン食べて、一部の人はなんか、よくわかんない芸者らしくて、一部の人は、はそんな別に関心話じゃないけど、残りの4枚、10枚使っちゃった。まあ当たり前のことだからね。そうだよ、もう今のランクに入れちゃダメだよ。あ、じゃあそれも当たり前。ジャンが例えば今右にいるじゃん、うん、ってことはまあ、まあ、どちらにしろいつも行けるんだけど、うん、飛車ってならなくても投げれる。強く強く投げれるんだろう。え、それ普通の将棋で始めてそう飛車のゲームなのね。どれだけ飛車を相手の陣地に持っていけるか。あれだよ、あれこれ王将取ったら勝ちなんだっけ。そう。あ、じゃあ王将取ったら餃子が毎回来るみたいな。って言うとは思ったけどさ。餃子の。いや毎回ってさ、だって毎回ってだって一回取って終わりなんだから毎回っていうほどでもなくない。つまんねえけど面白い。勝った人必ず餃子もらえるみたいな。何か見据えてるから。バナナシンミ。倒れん。プリここです。じゃあこれから布団を敷く。参加。じゃあもう適当に敷いて。もうあの誰のとか。俺。これ俺の俺が誰か出しにしよう。その手がバッと今日何しよう。ええマジで。じゃあ俺タオル持って。いらない。え、ほんとに枕ないの。枕ないの。ないって言われればないでいいけど。え、ほんとに枕ないの。別に余裕。やだ無造作にさ、マット敷いちゃわない。これってなんかどっちに頭を向けたらいいみたいな。こっち。みんなこうで。え、そしたら足食うやん。え、俺こうだ。姿勢的にどっちがやってもそうなる。もしかしたらそっちが違うよ。え、いや、ま、頭中央集中型。中央に集中型にすればいいじゃん。もう今日ないから舐めてもらっちゃいけない。普通にないから。嫌だよ。はい、じゃあ電気消すよ。待って。で、楽のあれがない。あるじゃん。ふざけんな。いや、今寝てる。今寝てる。くそ。じゃあ皆さん。じゃあおやすみなさい。バイバイ。
バイバイ、おやすみなさい。おやすみ。もう俺の空の果てでよ。でけえよ。あ、ごめん、頭でかいマジで。じゃあ、なんで高いんだよ。一緒に会おう。おやすみ。一緒におねんねしよってだけで。一緒に。マジだるい。ねえ、もう筋肉マジうぜ。うざ、筋肉の塊。最悪だよ。やめろよ。おい、ビートボックスの塊。ビートボックス。ああ、なななな。俺しかいねえだろ。ああ、気持ち悪いよ。こんにちは。いや、ケミオが。ニコラスケジンの。ニコラス。なんでおめえのもに。ビブラ、ビブラート。なんでラックがここにいるね。ジャンカについて。お茶行きます。ねえ、その頭のチョコレートの周りにとって隠し味にちょうどいい。だって俺の場所だ。誰だよ柴崎。あーい、ジャンガイト。ふざけんな、俺のゴミのここにあるんだよ。なんでお前は、なんでお前はここにいる。ありがとうございます。頭、引き取ってくれ。頭、もうちょっと下行けない。いや待って、下降ってこい。誰もいないでしょ。髪がかかる。これやばいな。おい、俺は道具とかしてるのこれ。うわ、つけた。マジで使いたい。おわ、おい、まさに緊張、緊張。行った。うわ、ちっか、お前。ラブ来た。うわ、かゆい、お前。ラブ来た。あれ、つよしだ。かゆい、今の。いやいや、お前がなんでここにいるの。じゃあ、デラック、すげえ思った。髪が上がりきた。いや、危ないわ。ねえ、ほんとラブ、やれないから、じゃあ集中する。集中集中してくれ。何？もう、おい、一回天一に戻って、わざわざ。
今、頭おかしい。
気キャッシングルー行かれっよ。
一番苦手な人なんだ。どうか苦手なやつ。感想？感想。いやなんかそう火起こし班とか最初あの着火剤使わないんでなんか自然のねやつをみんなで協力して自然由来だけでね頑張ったりしてまあそれもレオが多分いなかったらやばかったなと思ったけどでもなんか今回の企画とか結構レオにめっちゃ助けられた部分あったから本当にねそうですねあのありがとうございますありがとうございますいやご飯とかもね、うん、料理も助けられたご飯とかさあのなんだっけ炊飯器使えばさ30分でできるのをさこう薪で頑張ってさ2時間以上かけて結局全然結局全然微妙だったしやったことにまあそうだ、ね、確かにこうなんかこう普段どれだけ助けられてるかっていうのを感じるの電子機器素晴らしいね家電じゃあ最後あじゃあ皆さんにこのスマートフォンをきたきたぜしえ一番でもさみんな絆の証持ってるよね持ってる持ってるよみんな出して出していやこれあってよかったあるよねよかったこれがあってからこその体調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 あれレオあれ今回の白とピンクであれ白の人がいる発案者どうしたあれ絆あれなんでどうした？どうしたの？発案者そんな細い白いやつだった。前絆そんなもんか。大丈夫だ。説明していただかない。説明して。あの革命体験。お風呂入ったらなくなってて。え？え？じゃあお風呂に入んでね。え？何色？水色。まあじゃあみんなつけてるってことでね。じゃあ。じゃあみんなスマートフォン返すよ。どうよ携帯ないとなんかあれだよね、やっぱり。早く早く早く。ちょっとね、意外と新鮮楽しかった。意外と良かったもん、久々に。携帯はね、そんなに今ね、返されるってなって、そんなにね、嬉しいってことでもない。なんか携帯のない生活っていうのもなんか新鮮で楽しかったよね。まあでも、でもやっぱり今の時代必要だよね。でもやっぱ携帯だよ。何も情報が入ってこない。なんでお前、人の携帯一回電源つけてから渡すんで。お疲れ様でーす。まあでもやっぱりあの携帯っていうのもさない方がいいなっていうのない方がいいなっていうのもあるしねまあどう思う？まあやっぱ世界っていうのはやっぱ情報を共有して成り立ってるものだから、うん、まあ僕は携帯が必要だなと思うけど返してもらっていいかな？あ、ごめん携帯なまあなかったから本当楽しかったしねなんかみんなといろいろ喋れたっていうのもあるしやっぱなんか携帯がない生活っていうのもやっぱすごいいいと思うんだよなぁ皆さん最後まで付き合っていただきありがとうございましためっちゃこんないじられてる最年長レオでしたこれあのテクスの締め方が分かんないもうみんな素直じゃないんだからみんな待ってSuper Drugs.